情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ウクライナ情勢最新アップデートなんですけれども、黒海艦隊の司令部ね、フルボッコにされたという情報ね、皆様もうお分かりですよね。はい、まあ ISW 以下ですね、まあいろんなマスコミなんかにももうニュース出てますけれども、このね、黒海艦隊の司令官ビクトル・ソコロフ提督ね、まあ戦争犯罪人ですけどね、この戦争犯罪人のソコロフ提督を含むロシア軍のですね、まあ、召喚クラス34名がですね、まあ、この攻撃で、ね、撃ち取られたというふうに言われているんですが、ロシアのですね、まあ、当局がね、ソコロフはまだ生きてるかのようなね、うん、なんかあの謎のですね、動画をね配信しているんですよ。でこれをめぐってですね、いろんな憶測が飛んでます。ソコロフがやられた後、まあウクライナ政府もね公式に発表しました。ソコロフ撃ち取ったって言うんですけれども、まあロシアはいやそんなことは知らないみたいな感じで、ソコロフが映っている、まあしかも静止画なんですけどね、映っているまあその会議の様子のね動画なんかを流しているんですが、この件に関してはですね、 ISW があのツイッターでね言及しているので、ちょっとこれをね、皆さんご紹介したいですね、共有したいですね。ロシア黒海艦隊の司令官ビクトル・ソコロフ提督は、ロシア国防省が9月26日に、まあ、開いた会議にね出席したと、されると。でその映像が、まあ、公開されたということです。でロシアと西側の情報筋は、ソコロフ提督は生存、ごめんなさい、ロシアは、ソコロフ提督は生存していると主張しているが、状況は依然不明だというふうに ISW は言っております。で、9月26日にロシア国防省が投稿したですね、ロシア国防省理事会における、ショイグ国防大臣のね発言の映像ですね。この映像に、まあ、ソコロフが映り込んでいると、ソコロフ氏がテレビ会議を通じて出席している様子が、まあ、映っているというふうにですね、まあ、そのロシア、それからまあ西側の情報筋もね一応推測しているということなんですね。まあ、ただウクライナのですね、発表によればですね、9月22日にね、セバストポリの、このね、黒海艦隊司令部を攻撃した際にですね、ソコロフ氏は撃ち取られたというはずなのになんでと、ということで、これね、ペスコフね、報道官のね、ロシアのね、こいつがちょっとヒントくれるんですよ。9月26日、ペスコフはね、こう言いました。この件に関してはね、ロシア国防省からいかなる情報も受け取っておらず、これはもっぱら、ロシアの特権であるため、クレムリンは、ロシア国防省の特権で専権事項であるため、クレムリンは何もコメントすることができないと、ね、つまり分かります、あの国防省から何も報告を聞いてないので、クレムリンね、ペスコフはほら、ね、プーチンのクレムリンの報道官ですから、クレムリンは何も聞いてないんで、いやそうよく分かりませんって言ってバックれてるんですよ。でここポイントです、はい、もしねウクライナの発表が間違っていてですね、ね、でソコロフが生きていたということであればですよ、前にほらミサイルが間違ってポーランド飛んじゃった時みたいにさ、ね、ウクライナ嘘ついてってレバレッジかけてやりますよね、普通なら。でしょ。でもそれをやらないでね、いやソコロフの精神についてはね、ソコロフの精神に関する情報についてはロシア国防省の専権事項なんで、クレムリンは感知してませんという言い方なんですよ。クレムリンが感知してねえわけねえだろお前ペスコフ、何とぼけてんだよって感じですよね。多分これやられたなと。しかもあのね、出てる動画がこんな静止画なんですよ。瞬き一つしない静止画なんですよ。どうなのみたいなね。はい。で ISW はですね、現時点ではロシア国防省のソコロフの映像の信憑性や、ソコロフの地球上でのですねステータスについて地球上でのステータスね、ね、あの生きてんのか瀕死なのかね、それともね D ね D 判定なのかね、それについてですね、評価を下す、用意はないと、いうことでございます。まあいろんな人がですねこの件ね言ってるんですけれども、ねチャックパファラーさんという方、これちょっとどっちかっていうと、これは欧米のあれかな、欧米系の人ですかね。ドミトリー・ペスコフ報道官が、ロシアメディアに対し、黒海艦隊司令官ソコロフ氏の、死亡疑惑については情報を持っていないと語ったと。数分後ロシア国防省はその、ソコロフが出席していたとされる微動だにせず瞬きもしないソコロフ提督の写真を掲載した、ビデオ会議の、様子の、ね、写真を掲載したと、ね、まあ、ツイッターにね、ということなんで、まあこれはかなり怪しいなとね、いうふうに思っていいと思います。それからですね、ではこれはまあさっきの、海軍の方ね、方ですけれども、じゃあ陸軍の方ね、どうかというとですね、相変わらず ISW はですね、このウクライナの突破に関しては慎重に評価をしています。
はい、ISW の軍事アナリストらはですね、ウクライナ軍が確かにロシア軍の、野戦要塞を突破したと評価しているんですが、その地域にですね、ウクライナが作戦上の突破口を達成するかどうかね、それによってその、ウクライナがその作戦上の突破口を得るかどうかということに関して予測するのは時期尚早だというふうに言ってます。で、この件についてですね、まあ、陸戦の方ね、一応私を監修してくれてるですね、専門家の方に、聞いてみたんですけれども、まあ、要塞の突破については、まあ、まだ不明と、いう、まあ、ISW ね、まあ、戦場の霧ですから、これでいいのではないかと、いうふうに言ってます。でね、そんな中ですね、まあ、ロシアやられてるんで、ロシアの側にちょっと動きがありましてね、はい、これも ISW の報道ですかね、はい、プーチンはですね、新しいその突撃部隊なるものをですね、創設しようとしているということなんですね。まあその、ウクライナのそのね、まあ戦術に対抗するための特化した部隊をですね、作ろうとしているというニュースなんです。まあただ ISW はですね、現時点でロシア軍が直面している多くの地域特有の動員問題を考慮すると、まあプーチンがどのようにですね、それを達成できるか、それを作れるかというのは不明だとしか言いようがないというふうに言ってます。で、そういう部隊をね、訓練するとしても、訓練施設がね、かなりひどいことになってるのではないかというですね、まだ驚きの情報が。まあ、ロシアという国は謙遜国家でね、まあ、謙遜国家って何かというとね、簡単に言うとね、日本だと室町時代ですよ。一応政府はあるんですけど、なんかね、豪族みたいなのがいっぱいいてね、そのいろんな特権持ってて、政府に影響を与えてね、で、その政府にこう、ワイルドなんだでこう、繋がっててさ、もう全部その、こう、なんていうの?こう、国内もバランスオブパワーで決まっていくみたいな。うん、だからその、日本の室町時代で言うとさ、京都五山とさ、ね、それから比叡山が対立してさ、で、訴訟合戦みたいになるんだけれども、その、室町幕府に賄賂やって、その京都五山にね、有利な判決が出ると、比叡山が暴れて、京都にね、僧兵がみこし担いでやってくるみたいな、まあそんな流れですよ。まあそれがプリゴジンの乱だったりとかさ、まあ今紹介するね、この訓練施設での汚職なんていうのも、まあまさにこれなんですけれども、ちょっと久々にですね、クリス・オウィキさんね、これ、オシントアカウントの方ですけれども、この方がですね、ロシアの戦闘訓練センターの汚職についてですね、詳しいレポートを出してたんで、皆さんとね、ぜひ共有したいんですけれども、国内唯一の完全に近代的な軍事、訓練基地と言われているですね、ロシアの地上軍戦闘訓練センターというのがあるんですが、ここがですね、汚職やマネーロンダリングなど、度重なる、その問題を起こしておりまして、で、さらにですね、西側の制裁の影響により、まあ、深刻なですね、まあ、その、問題が、さらに生じているということです。で、ニジシノブゴルド州のですね、ムリーノという、まあ、ところにある施設なんですけれども、ここね、なんかね、ドイツのラインメタル社が協力したりとかしてね、結構物議を醸していた、施設なんですが、ここがね、かなりひどいことになっていると。まずね、管理者と請負業者によって、組織的にですね、中の設備が略奪されているそうです。いろんなもの納品しても持ってっちゃうそうなんですね。そのため、その、まあ、必要なですね、その、まあ、設備がですね、その施設内に設置されなくて、建設工事も行われていないと。もうその横からもう、納品する前からもうパクってっちゃうみたいですね。で、さらにですね、VSK、旧 SD アトリウムという会社のですね、社長のタチアナ・アレアビョエワという、ですね、ピョートル・ドロフィョエフがですね、逮捕されたそうです。で、調査委員会によるとですね、彼らが管理するペーパーカンパニーを通じたマネーロンダリングがこれ発覚したと、いうことです。で、捜査によるとこの二人はですね、ゼネコン、まあ、ここを工事してるですね、ゼネフコン、フューゼグスブっていうのは、グブスっていうのかな、まあ、ちょっと よく読み方わかんないですけど、と、特別目的事業の契約を結び、契約で割り当てられた42900万ルーブル、約440万ドルのうち、2900万ルーブルをですね、着服してしまったそうです。はい。で、提携事務所にですね、その、工期は守られて、いなくてですね、まあ、そもそも工事は放棄されて、前払い金のですね、7200万ルーブル、約7億4800万ドルは、ただ、浪費されるだけで終わってしまったそうです。で、訓練センターでのですね、この、まあ、このね、着服はですね、何年も前から続いていてですね、武勇伝としても伝わっているということで、さらにですね、以前ね、GVSU 特別サービスの責任者であったパーベル・ノソフという男がいるんですけれども、これがですね、センター建設に
関与した民間業者から賄賂を受け取っていたとしてですね、ロシアの防潮部隊の方にですね、拘束されたと。で、そのムリーノにおけるですね、この正規の建設の発案者はですね、アナトリー・セルジュコフ、元大臣だった。セルジュコフ改革のあの、セルジュコフ大臣だったんですね。はい。しかし、機材は生産のため納品される、現場は文字通り全員によって、略奪されたと、いうことです。セルジュコフってね、まあ、ショイグなんかの前のですね、国防大臣で、で、旧ソ連時代ね、もうロシアはもうその国家のですね、まあ、なんて言うんでしょう、その、富のですね、大半をこういう、まあ、無駄なというかね、まあ、冷戦の後、その、まあ、冷戦やってましたから、そのアメリカとか NATO とのね、全面戦争に備えてですね、まあ、大規模施設に、もうめっちゃ投資してたんですよ。もう巨大な軍産複合体があったんですけど、それ実はまあ、汚職の塊だったんですね。で、セルジュコフはそれを、だからもう大なた振るってですね、まあ、コンパクトでね、機動力ある部隊を作って、もうそんなね、昔の冷戦発想みたいな、捨てた方がいいってやったんですけど、まあ、セルジュコフ本人もね、このムルイロで、なんか結構、これどうも、やってたっぽいな。もうやっぱロシアってそういうとこなんだね。汚職なんぼなんだ。だから話早いんですよ。ね、研修国会行くとさ、なんかその意思決定早いって言うんですけど、それは賄賂渡せばすぐ何でも決まるって話でさ、これはこれで問題なんだよ。途中でひっくり返されるとかいろいろあるんでね。で、まあこういう訓練センターばっかりなわけですよ、ロシアはね。だからそのプーチンがですね、新たなそのウクライナがね、今やってきてる戦術に対応したね。ね、そのスペシャルフォースみたいなの作ってですね、これを投入するんだとか言っても、今だってベテラン兵ほとんどロシアいないわけじゃないですか、みんなやられちゃったわけでね。でしょ？で、その状態でじゃあゼロから訓練するって言ってもさ、訓練センターが訓練センターがその、もうあの虎の子の最新のね、設備を揃えた訓練センターが、もう中ガラ空き、ね、もう略奪されてなんもないし、もう工事も途中で止まってるし、放棄されてるみたいな、まあ、こんな状態ではですね、本当にそんな部隊作れるのかなと。いうことでね。まあ、これね、実はロシアの兵器とかね、そのまあ、こういう訓練施設とか、これ全般に入れてることなんですけど、かなりね、持ってるんですよね。S400 っていうシステムが、特にそうだったじゃないですか。ね、S400 ってそのスペックがかなり誇張されていて、まあ、ありとあらゆるミサイルをね、防げるっていうふうに言われてたんですけど、まあ、そもそもストームシャドウ防げなかったですよね、今回ね。あと、シリアでもほら、ね、日本じゃねえや、米英仏の連合軍の巡航ミサイル一つも防げなかったですよね。まあ、S400 も弱点がバレてるのかなんかよくわかんないですけど、トップアタックに弱いみたいですね。上からドーンってくるそのミサイル、まあ、しかもそんな速くないんですよ。亜音速の巡航ミサイルですからね。で、これがドーンって来ても防げないみたいなんですよ。なのでその S400 をね、まあ買っちゃったインドとかトルコとかね、みんな青くなってんじゃねえかって言われてて、いや、トルコに至ってはですね、 S400 買うから F35 いらないとか言っちゃったんですけど、やっぱり S400 アメリカにあげるんで、もう全部性能分析してくださいって感じであげてね、で、F35 トルコを買い直した方がいいんじゃないかな、みたいなね、まあ、感じになってるんですけれども、そういったね、その、まあ、T80 だけ、T90 だけ、戦車もそうだしさ、まあ、結構やられてますよね。さらにその S400 ももう全然止められないし、あと、キンジャールってさ、もう、あらゆる防空網を破れるって話だったんじゃないの？でも、キンジャール、ウクライナで撃墜されてますからね。ね、もう、だから要はその、キンジャールの時やっぱ気づけばよかったんだね。キンジャールは偉い売り文句だったんですよ。もうこれはもう、対抗すら無理と。もう、すべての防空網を突破してね。もうこれは、切り裂いていきますからぐらいの感じでね。で、さらに S400 は、まあ、アメリカのその、PAC-3 なんかの性能がいいみたいな風に、まあ、カタログスペック歌ってたんですけど、まあ、なんかポンコツだったみたいですよね。だからまあ、今回のこのね、まあ、突撃部隊、まあ、編成されるのはいいんですけれども、まあ、足元でね、その訓練施設がまあ、このざまですから、まあ、果たしてどうなのと。いうことです。まあ、結構そういう持った話をね、するのが得意だし、まあ、昨日のね、まあ、動画でも言いましたけど、その、ロシアがね、ウクライナの反撃に対してね、国連総会の時に、持った報告をするためにさ、無茶な戦術で今消耗してるってことでしょ？もう部隊もやばいってことでしょ？ね、昨日言いましたよね。第一防衛ラインのね、その、塹壕を絶対に、その、ウクライナに取られちゃいかんと。もうどんな犠牲を払っても守れっていう形でやったんで、ね、攻撃側のウクライナが1に対してロシア2の損害が出てると。まあ本当はもっと出てるかもしれないですけど、まあ、こういうバカなことが起こるのは、要はその、盛りたいから無理しろみたいなね、そんな流れなんです。で、アントン・ゲラシェンコさんという方がね、ロシアの一般人のね、このね、この一般人までそのプロパガンダにも自家中毒になっているので、またアホなこと言ってるのはちょっとこれね、クリップされてるんですけれども、プーチンの部隊は北米をファシズムから救うため、完璧な計画を持っているなんてことをですね、
言ってる人たちがいるらしいんですね。アラスカをロシアに返還し、ロシアはメキシコと軍事関係を確立し、カナダの北極海へのアクセスを阻止する、なんてことをですね、まあ、言ってる人たちもいるということで、まあ恐ろしいなと。まあ盛るのはいいんだけどさ、実力は全然伴ってないじゃん。でもそういうね、張り子の虎で脅しをかけてね、でロシアこんな強いからね、仲良くした方がいいみたいな、まあそういうことですよ。まあその武力によるあの威嚇みたいなもんなんですけどね。まあ偽情報とこのね、威嚇とをうまく組み合わせて、まあ持っているスペック以上にね、はい、あの物をね大きく見せることでね、相手に言うことを聞かすと、非常に巧妙です。やっぱりあのロシア情報操作ね、うまいですよね。戦争は弱いけど外交は強いっていうのはやっぱ情報操作がうまいからなんで、我々もね引っかからないようにね、しっかりと戦場のねリアルを見ていくことが大事かなと、ね、いうふうに思いました。ということで今日の内容面白いなと思った人はぜひ高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。